こんにちは、アミです。今日はザラでお買い物してきたので、その購入品紹介をしたいと思います。で、今気づいたんやけど、のザラで買ったものが全部ホワイト系のものやって、なんか春って感じで、私は高見えするお洋服が大好きなので、今回も高見えするアイテムを選んできました。じゃあ早速紹介していきます。まず1着目はこの今着ているトップスです。はい、こんな感じです。なんかちょっとルーズにフィットする感じで、横から見るとこんな感じ。めっちゃ可愛くない？このショート丈の感じが。ポケットディテールテクスチャー T シャツって言うんやけど、お値段が税込みで2990円です。私は S サイズを購入したんやけど、カラーはエクリュっていうちょっと黄色みがかかったホワイトです。こんな感じのショート丈やからスタイルよく見えるし、素材もこんな感じでナチュラルな感じやから、ジーパンでもスラックスでもスカートでも割とどんなファッションにでも合うから、使いやすいトップスやなって思います。で、この肩が落ちている感じ、ここめっちゃ可愛くない？これ、なんか女の子らしいし、すごい華奢に見せてくれます。で、ここにはポケットがついています。このトップスが結構肩が見えるタイプやから、キャミソールとか着るとここに線がちょっと見えるから、インナーはこのチューブトップとかを合わせないといけないなって感じです。はい、全身はこんな感じです。めっちゃ可愛くない？このショート丈、なんかショート丈やから、ハイウエスト合わせるといい感じになると思います。すごい足長く見えるこのトップス。で、次もショート丈のトップスなんやけど、じゃん、こんな感じです。クロップド丈ニットトップスって言うんやけど、カラーがホワイトで、お値段が税込みで4590円でした。で、私は S サイズを購入しました。で、見てこの生地、伝わるかな、めっちゃしっかりしとるから、すっごい高見えするアイテムです。じゃあちょっとこっちも着てみます。はい、着てみたらこんな感じです。タグが見えちゃう。でもかなりのショート丈やから、ハイウエストのボトムスじゃないとめちゃめちゃお腹が見えます。まあ夏は可愛いんじゃないかなって思います。まあ、ハイウエストでもお腹は少し見えるんやけど、まあ、少しチラ見せくらいが可愛いなって思います。私が持っているボトムスがハイウエストが多いから、ショート丈は合わせやすいからすぐに買ってしまいます。全身で見たらこんな感じです。めちゃくちゃ足長くない？足も長く見えるんやけど、このちょっとオーバーな感じが二の腕も隠れて細く見せてくれるなって思います。次もこんな感じ、結構ロングなワンピースなんやけど、見てこれ、めっちゃ生地しっかりしとるから、これもう本当にめちゃめちゃ高見えすると思います。けど着てみたら透けたので、1枚では着れないなって感じです。じゃあこれも着てみます。はい、着てみたらこんな感じです。テクスチャーワンピースっていうんやけど、カラーがエクリュっていう黄色みがかかったホワイトで、私は XS サイズにしました。お値段が税込みで5990円です。じゃあ全身写します。全身だとこんな感じです。なんか XS サイズを選んだんやけど、私にはちょっと大きいなって感じです。けどめっちゃ可愛いから、これ着て外歩きたいから、なんか高さあるやつと合わせようかなって、どうしようかなって感じです。ストレッチが効いとる素材やから、お家の中でもルームウェアとしても全然使えると思います。ここが結構空いとるから、このインナーこういうのは絶対に着んとダメやなって、と今流行っとるシアートップスとかを中に合わせたらめっちゃ可愛いなって思います。ちなみに今着ているこのオレンジのやつは去年カスタネで買ったインナーです。まあ、この色、このちょっと黄色みがかかったホワイトとこのオレンジの色はめっちゃ合うなって思います。で、こんな感じで横にスリットが入って結構足が見えるんやけど、これもこんな感じのプリーツのパンツを履いて、このスリットからちょっとチラ見せするのも可愛いなって思います。けどこの色はあんまり合わんかったから、蛍光色じゃなくてもうちょっと落ち着いた色が合うんかなって思います。次、この白のパンツです。なんか白のパンツって形がいいものとか履きやすいものとかの丈がちょうどいいものとかあったらすぐに買ってしまいます。だから白のパンツがどんどん増えていくんやけど、白って汚れるから何着持っててもいいなって思って買ってしまうじゃあちょっとこれも履いてみます。履いてみたらこんな感じです。横から見たら足めっちゃ細くない？もうこれに一目惚れして買いました。このパンツがこんな感じで横にチャックがあって、後ろにはこうやってポケットが
ネックポケットになっています。なのでポケットなしのパンツです。けど見てこれ素材やばくない？なんかもう高そうな素材、こんな感じで生地が少し厚めやからパンツの透け感とかはあんまり気にならないなって感じなので、これ1枚で全然履けるタイプです。でこんな感じでストレッチもめっちゃ効いとるからすごい動きやすくて履きやすいし最高です。ブラックもあったんやけど私はストーンっていうオフホワイトのカラーにしました。お値段が税込みで5990円で私は S サイズを購入しました。で私は154センチなんやけどこれぐらいの丈の長さなので全然ペタンコの靴でも履けるからいいなって思います。最後はこのフープピアスです。前買ったあの今日つけとるんやけどこのフープピアスもうこれもザラで買ったんやけどでこの細いタイプのフープピアスがめっちゃ使える。だから今回はこの太い方こんな感じを買ってみました。2個セットでお値段が税込みで1990円です。めっちゃお得じゃないこれ。で色がゴールドなんやけどなんか光沢がないタイプというかヴィンテージっぽくなっとる感じです。じゃあこっちもつけてみます。はい、大きい方つけてみました。こんな感じめっちゃ可愛くないこれね。可愛すぎて衝撃なんやけど。で両方で見たらこんな感じです。縛ったらこんな感じ。めっちゃ可愛い。めっちゃ使えそう。これもいい感じです。小さいのつけたらこんな感じです。これもめっちゃ可愛くない？なんかどちらかというとマットみたいな感じやから落ち着いた女性って感じやね。で髪縛ったらこんな感じです。可愛くない？これなんかチョンって感じで、これやと気分によって小さいのつけたりの大きいのつけたりできるからいいなって思いました。じゃあ全部紹介したので終わります。今日も見てくれてありがとうございました。